はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回の分長の野望じゃないですね、提督の決断パーフェクトを PS2 版続けていきましょうというところになります。そしたらですね、前回、作戦目標になってた南太平洋、ここを取ったんですけど、南太平洋を攻略した空母艦隊が大ダメージを受けてしまったということで、一度ドックに戻さなきゃいけないという状態になっています。ただ戦力としては軽空母ではあるんですが、3隻新たに入ってきたというところもあって、これらのね、戦力を再編してハワイ包囲網をね、さらに敷いていきたいなというふうに思っています。一応このあたりに、乗せていく爆撃機を数は増やしているので、増やしたいなというところなんですが、直縁が多くないか。直縁9ってさ、直縁9いる？竜城に関して言うとさ、だってこれ直縁18は多すぎでしょうよ。直縁の数ちょっと減らそう。減らして、代わりに艦爆よ、艦爆。今ね、欲しいの艦爆なんで、艦爆を30機。これでいこう。では、時間を進めます。まあ、ドイツ軍もね、当然いつものように苦戦はしているんですけど、ここまで日本軍快進撃を続けてきただけに、敵の艦隊がね、しっかり、特にアメリカ軍が動き出したとなると、なかなか厳しいなぁと。いう展開になってきそうなんで、できるだけ早くね、ハワイを攻略したいなという思いでいます。竜城型空母がさらに完成してますね。では各各艦隊の配備状況を確認しましょう。まずマーシャル沖に入った艦隊、第13、第14両艦隊、この空母と言いつつ軽空母なので、大したね、やっぱり破壊力は、まあ、見込めないというのが正直なところなんで、ちょっとでもね、攻撃量を上げるために艦爆を追加したいと思ったけど、もう搭載24機しか搭載できないもんね。そうなるとやっぱり艦隊としての、まあ、空母の位置づけっていうのはかなり小さいものにはなってしまいますね。まあ、割とここはそれなりに期待できるのかな。戦艦に揚陸艦1、まあ、ここは第4艦隊だからな。そうすると一旦これを中部太平洋まで進出させるという手はありですよね。で、そうだそうだ、シンガポール、ここ艦隊再編しましょう。これで第5艦隊も戦力だいぶマシになったんじゃないかな。戦艦1、従順が4で、ここは飛行場1個しかないんですけど、その飛行場だいぶ強くしてあるんですが、飛行場をさらに作りましょう。まだまだ飛行場の数が欲しい。先に物資援助をいつものようにアルミを入れておく。まあ、この飛行機を作ってなんとかね、イギリス軍の攻撃をしのいでくださいとしかドイツに言えることがないので、我々としてもお金もないし、結構ねしんどいんですよね。工場をシンガポールでもう一個作ります。
まあ、シンガポールっていうか、もうシンガポールにはあるので、マレー半島でね、作りましょうというところで、もうお金がすっからかんですね。マリアナ沖の艦隊の状況も確認する。マーシャル沖に第9艦隊移動中、戦艦5か。これ結構大きな艦隊だな。マーシャル沖から中部太平洋を狙って、小笠原からは、アリューシャンを攻めるというのが良さそうだな。では、アリューシャンに早速艦隊を送りましょう。アリューシャンには空母必要ないので、ちょうどいいかもしれませんね、編成としても。入れ違いでね、小笠原が攻められるっていうことさえなければ大丈夫かなと思います。で、第10艦隊のドック入りの状況は？まだまだ時間かかりそうだな。相当ダメージ出てるもんね、空母に。まあ、その間、南太平洋で第3艦隊に踏ん張ってもらうしかないんで、第3艦隊提督入っていないところがあれば、提督に入ってもらって、こらえてもらいましょうか。ただ提督は全員乗ってるね。もうすでに乗ってるのはあえて、移住させる必要はないと思うので、これでじゃあ時間を進めましょう。頼むぞ、アリューシャン。で、アリューシャンは、一応画面のマップで言うと右上に飛行場があるんで、そこに向けて全艦隊突入させていきましょう。敵の艦隊がいる可能性はあると思うんですが、まあ、砲撃戦でしっかり仕留めていくと。空母は入っていない艦隊になってますし、アリューシャン自体がね、空母から艦載機が飛ばせるのが、本当に数時間しかないという特殊な海域ではあるんで、もうここは艦隊戦になった場合には砲撃戦で仕留めていきましょう。まあね、アメリカ軍、ここまでほとんど無抵抗だったので、必ず艦隊はいると思うんですよね。なので、敵の艦隊にダメージを与えておきたいというのもあります。了解。まあちょっとでもね、敵にダメージを与えて、来たるべき大決戦の時に敵のね、数を戦力を減らしておきたいっていう、そういう思いはありますからね。偵察機も飛ばせない？飛ばせないね。もう輸送船をしっかり配備したいんですけど、輸送船を作るお金がないっていうね。敵艦隊発見？発見したのは何？発見した敵の艦隊の種別を確認したいですね。暗くて見えないな。見えないが、どれほどの艦隊になっているのか、そこの確認がちょっと難しい状態ですね。ただ背後から、まあいい位置に潜水艦がいるんで、潜水艦からのね、魚雷で仕留められればいいかな。これ敵も潜水艦じゃないか、もしかして。潜水艦だね。だとしたら無視しよう。無視しながら機雷を投下していくっていうのでいいかな。爆雷だね。爆雷を投下していくっていうのでいいと思います。
艦隊より入電。何が沈んだんだ。うわ、戦艦が、ちょっと待ってくれ、戦艦が敵の、敵の潜水艦にやられるというのではちょっと割に合わないぞ。巡洋艦大破。巡洋艦も大破か。味方艦隊より入電。いや待ってくれ、マジで何やってんだ。了解。了解。味方艦隊より入電。暗くてちょっと見えないけど、これさ潜水艦ですよね、敵も。美味しくないな。もがみが沈められたよ、潜水艦に。いやバカにならないな。かといってここで引くわけにいかないしね。空間がしっかり入ってるんで、時間とともに敵の潜水艦を沈められると思うんですけど、まさか味方から従順が沈められるっていうのはちょっと誤算だよね。一応ね、従順はもう主力艦扱いにしてるんで。この待ち受けられるとしんどいよね、敵の潜水艦の待ち伏せ攻撃に遭うと。敵の潜水艦をしっかり沈めていって終わりだね。まあちょっと味方も損害出ましたけど、まずは敵の潜水艦隊を亡き者にしたので、まあそれを良しとしましょう。でその後タイミング悪く昼間になるっていうね。いやライトはもうつけるよ。まあそんなに変わるものではないですが。 OK だ。了解。じゃあこれでね、時間の進みを早くしちゃいます。あとは敵のね、飛行場の破壊で終わります。了解。せっかく陸戦隊揚陸艦持ってきてるんで、できればね占領しちゃいたいんですが、ちょっとまだ距離があって、陸戦隊が突入できる距離感まで到達してないかな。あ、到達したね。じゃあ陸戦隊を出します。了解。パラオマル頼むぞ。パラオマルに乗っている陸戦隊。上陸部隊発進。上陸部隊発進中は
艦砲射撃が止むっていう謎事象。お、揚陸艦から陸戦隊が突入している。指定地点に到着。了解。了解。なんか結構頑張ってくれてるね、陸戦隊。これ陸戦隊結構使えるかもしれないな。いや、相当に使えるぞ、これ陸戦隊。これ、ハワイ攻撃の時に南から陸戦隊をいきなり突入させて敵基地を破壊する、占領するっていう作戦が、ちょっと取れそうな、陸戦隊の今の活躍ぶりでしたよね。この後陸戦隊というか揚陸艦を、4隻作、いや、もっと作れるだけ作ろう。8隻ぐらい作って配備したいですね。というのと、あとは、ちょっと、見たくないけど、戦艦が1隻、従順が3隻失われている。いやー、なかなかですな。じゃあ、アリオーシャンには、潜水艦だけ残して撤退しましょう。第二艦隊を一旦、トラックに戻して、第4艦隊もトラックに戻します。でだ、ここよ、ここ、マーシャルから艦隊を動かしましょう。中部太平洋の攻略です。中部太平洋取れれば、もうハワイ攻略目前というところまでこぎつけられそうな調整になりますね。で、生産はさっきすごく使えるねと、有用だねというのが分かったので、揚陸艦を、今回は7隻作りましょう。2週間後に完成したら、これハワイ攻略戦に投入します。お金がないよね。お金が。物資援助は今回もアルミにしましょう。アルミも結構我々も少なくなってきてるけど、ドイツ軍にはね、なんとか踏ん張ってくれと言うしかないので、兵器開発に使うお金はなし。では今回はここですね、中部太平洋を取っておきましょう。ドックに入った第10艦隊はまだまだだよね。もう見なくてもわかるんで、見るのやめましょう。で、マラッカに入った艦隊、これ回復してる？もうすぐ回復が終わりますね。マリアナ沖も、はっきり言ってここ中部太平洋を取ったら艦隊を置いておく必要はなくなりますね。なので、マーシャル沖だ。マーシャル沖をうまく取らないと。で、次、マーシャル沖を取るのを前提に、第一艦隊を小笠原沖へ移しましょう。ちょっと危ない。じゃあ、これで時間を進めます。
攻撃をもう瞬殺で終わらせて敵の艦隊に備えたいですね。敵の艦隊発見済みだね。ではまずは第13艦隊は航空隊で、まずは敵の艦隊だよね。艦隊がいるってなっちゃうと話別だから。敵飛行場発見。艦載機飛んでるね、敵の方もね。空母がいるな。レンジャーとかいるもんね。さて、敵の艦隊の上空にカメラを移します。敵は3個艦隊いるな。了解。了解。了解。味方艦隊より入電。まずは敵基地の破壊をしたい。第14艦隊を犠牲にしてでも、敵の飛行場をまずは最優先で破壊していきます。第9艦隊が戦艦多いんで、第9艦隊が到達すれば、まあ、決着は早いかなとは思います。了解。航空隊着艦。そうだね、偵察機も出しましょう。了解。さあ、第13、第19艦隊が第14艦隊の支援に出てます。合わせて航空機も出したので、今もう本当にね、フルスペックで攻撃行っているような形になります。機関隊上空、エンタープライズもいるね。正規空母、ここで第13艦隊も応援に駆けつけてくれたので、一気に敵の飛行場の破壊スピードが上がればいいなっていうところですね。で、第9艦隊はもう孤立すると危険なので、一旦基地攻撃に向かう動きを見せましょう。航空隊着艦。
敵の飛行場、まあ、約半分削ったかなというところですね。ここで主力の戦艦5隻を持つ第9艦隊が来着してくれれば決着がつきそうな感じです。では第9艦隊を少し敵の艦隊の方に向かいやすい位置へと誘導していきましょう。第13艦隊も同じですね。誘導しやすい位置へと、次の攻撃目標に向かいやすい位置へと徐々に誘導していきます。第14艦隊はもうね、戦力としてはあまり見込めない形になってきました。いや、ちょっと揚陸艦本当に用意したいね。さっきのアリューシャン攻撃の時の活躍ぶりを見る限り。ハワイ攻撃で敵基地一つ二つは陸戦隊突入させて任せる、南から突入してねっていうのがいいかもしれない。で、残りの艦隊は敵の艦隊と残された飛行場の攻撃に専念できるっていうね。第9艦隊の火力がちょっと生きてないね。まあ、間断なく艦砲射撃が入ってますけど、やっぱり破壊力の高い戦艦クラスからの艦砲射撃がないと、削りっていう意味で言うと時間がかかっちゃいますよね。で、削ってる間に敵の空母から艦載機による空撃を食らうと一気に損害が広がるっていうのがね、ダメなパターンだと思うんですが、ここはなんとか我慢しましょう。我慢して我慢して。そしたら第9艦隊はもう敵の艦隊の方に砲撃戦を挑みに行きます。第13艦隊も同じような動きをさせましょう。あとはね、敵の方に向きながらでも十分に削り切れるだけの敵の飛行場の残された耐久力になってます。で、敵の飛行機が戻る位置を見ながら敵のいる場所へと艦隊を向かわせていきます。さあ、敵の飛行場破壊が終わりました。中部太平洋の敵飛行場破壊確認。敵の艦隊まだ残ってますからね、しっかりとした規模で、空母エンタープライズ確認。エンタープライズの甲板破壊したいよね。これで夜にはなってしまったので、夜のうちに第9艦隊の戦艦部隊をできるだけ、近づけたいなという感じはします。で、傷ついた空母は撤退。そうすると第13艦隊はもう航空戦力を持たない艦隊になったので、もう本当に臆することなく敵のね、艦隊の中へ突入ができます。
第14艦隊はもうその役割を終えたな。野員に乗じてこんな近くまで敵の艦隊がやってきてたんだな。まあ、ただここは逆に迎撃できる、艦隊の数が揃ってるんで、しっかり削っていきましょう。こういう風に突出してきた敵の、数をね減らしておくっていう意味ではいいと思います。ではここでライト点灯して一気に近づいてきている艦隊を発見して攻撃していきましょう。了解。了解。敵艦隊発見。敵艦隊発見。航空隊着艦。いや逆に今まで航空隊よく飛んでたね。ちょっと密集しすぎちゃってるので、第9艦隊は、第13艦隊は左側へ、第9艦隊を上の方へと移動させていきます。できるだけ夜のうちに敵の空母を大破させておきたいですよね。レンジャーはこれはもう退避に移ってるね。できればレンジャー沈めておきたいけど。いや夜は本当何起きてるかわからない、わからないんですが、空母だけは沈めておきたいね。本当に敵の基地破壊しただけに空母だけは仕留めておきたい。戦艦が大破？戦艦を撤退させなきゃダメか。長門だな。長門をそうすると撤退させましょう。了解。遊郭も大破だね。
じゃあ第13艦隊も敵の残った艦隊の攻撃へと向かいましょう。第14艦隊は離脱が成功しそうです。何？敵艦隊の増援だと？マジか。仕留めきれなかったからな。敵の増援がどっからやってくるかだよね。で、増援の中に空母がいるかどうかも重要ですね。いやー、増援さえ来なければ終わってたのにな。残念だな。味方艦隊より入電。了解。さあ、あとは敵の艦隊がどこからやってくるかですね。敵の増援がどこからどの中域からやってくるか、まあ、当然ハワイ方面からやってくると思うので右側だと思うんで、艦列を右側へと揃えておきましょう。で、第14艦隊はもう邪魔くさいので撤退です。さあやってこい敵の艦隊よ。いるぞ。ここにいるね。向かいましょう。画面マップ右下の方に艦影を確認。それなりの規模の艦隊のようですね。空母がいるかどうか、ちょっと暗くて確認できないな。ただ、いそうな雰囲気はある。これ、空母じゃない？モーリス・ガナル、空母だね。敵の空母には先制攻撃を加えたい。ちょっと今第14艦隊に攻撃の命令出しちゃいましたけど、もう無視よ。今はとにかく敵の空母一刻も早く潰さないと。
ノリス・ガナルは空母でいいんだよね。ちょっと未だに画面が暗いけど、今その空母がむき出しになってる。そのうちに沈めようじゃないか。やはり空母だな、モリス・ガナル。空母が大破？大破済みの空母だったらいいよ。もう こっちにも艦影があるってことは、この辺にも空母がいるのか。とするとちょっと厄介だな。か撤退しようとしてる艦影に引きずられて敵の、航空隊がそっちに向かってくれたとかだと、ものすごく嬉しいですね。レンドバ、これ軽空母だな。先に敵の空母を沈めてほしいところですね。さあ逃がすな。ここは追撃戦に入ろう。味方が優勢なうちに追撃に入ります。レイテがいるじゃん。レイテが、レイテは沈めちゃおうよ。敵はもう完全に撤退行動に入ってますね。上の方にある影は何？これ敵の艦隊じゃないか。これ敵の艦隊だね。今度はそっちに向かわなきゃいけないのか。いや、なかなか忙しいな。マップ右下の方の艦隊はもう完全に撤退に入ってますよね。まあ、削れるんだったら削っときましょうぐらいな感じかな。
連動場が仕留められないんだよな。もうあと一歩というところまで来てると思うんですけどね。お、仕留めたね。敵の空母、まあ、軽空母とはいえ一隻沈めてますね。ではこれから夜にかけてというところで、敵の北から侵入してきた、画面のマップ上から侵入してきた艦隊へと備えていきます。味方にも結構損害出ちゃってますけど、ここはもう我慢して中部太平洋を取りましょう。まずは敵艦隊の正確な位置を確認したい。了解。巡洋艦大破。航空隊発艦。航空隊発艦。この辺りに敵の空母が潜んでいると思われます。味方艦隊より入電。了解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 。敵艦隊発見。さあ急行します。夜のうちの忍び寄って、敵の空母をはじめ艦隊を沈めにかかる。規模としてはそんなに大きな艦隊規模ではなさそうですね。なので傷ついたとはいえ第13第9、両艦隊の火力があれば、なんとかね落とせない数ではないと思います。いやちょっと待って、大きくなってるぞ。いやー大規模な艦隊だよこれ。全然規模的にでかいわ。いやーちょっと無理なのか。傷ついたものは撤退を始めさせましたけど、そうすると火力が落ちる分ねしんどくはなっちゃいますよね。敵が撤退してくれればいいんだけど、どうかな。そしたら第13艦隊は敵の、右舷側、敵から言う左舷側へ回り込みましょう。で第9艦隊は敵の右舷へと回り込む。これで挟み撃ちましょう。両脇から劣化のごとく砲弾を撃ちまくる。左右からね。そのためには第9艦隊が早く来着しないといけないですね。ここまではその作戦が効いてそうな感じだな。うまい具合に砲撃がはまってますね。あとは第9艦隊が
ちょっとでも早く到着してくれればこの作戦完遂できるな。空母レキシントンがいるのでこれも撃沈しておきたい対象ですね。さあ第9艦隊来着、第9艦隊来着です。レキシントン逃がさずに撃沈しよう。よし撃沈したね、レキシントン撃沈。残ってる敵の駆逐艦巡洋艦この辺りも完全にもう壊滅させる。いやー結構厳しいかなと思いましたけど強撃作戦がうまくはまりましたね。いや中部太平洋のこれは総力戦だったな、本当に完全勝利と言っていいのかどうかという表現の問題はありますけど、まず味方の損害ですが主力艦としての損害はなさそう、ただ軽空母一隻撃沈されてますね。その他だとまあ巡洋艦が一隻二隻というところ、あとは駆逐艦が、10隻ぐらい沈められてますね。敵側の方ですが、第5、第6、第12、第16と出てきていて、ほぼ壊滅させましたね。正規空母も何隻か沈めたんじゃないかな。ちょっと確認していきましょう。エンタープライズは落とせなかったか、レキシントンは撃沈してますね。正規空母、レキシントン。あとはレンジャーも生き残った。まあ、このあたりはしょうがないね。モーリスカナルは撃沈してます。軽空母、レンドバも撃沈。戦果としては悪くはないかなと思うんですが、味方もダメージが出ています。イソロクさん。イソロクさん、功績71とか。マジか。さすがだな。ここでまたお金が入ってきてくれるの助かりますね。さあどこを攻略するかですが、まあまずは無難にミッドウェイでしょう。1ヶ月でミッドウェイはきついと思うけど、はい、ではね、大激戦の中部太平洋海戦ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、かなり苦戦はしましたが、なんとかね、持ちこたえたというところで、ここから戦力を立て直してハワイ攻略作戦をね、行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。